RI プレゼンツ、海の民、山の民、第一章。前回のあらすじ、浦安の古本屋の中で大きな揺れに遭い、危険を感じた東華は四つん這いになって入り口へと向かった。一方その頃領事は、領事は車を海岸から少し離れた高台に止めると車から降り、ガードレールに手をかけてしばらく海を見つめていた。すると遠くに一本の白い線が見えてきた。その線がゆっくりと海岸に近づき、その後方にも新たな線が現れ、その線が陸地に近づくにつれ白い線へと変わったとき、やっとこれが津波だと認識した。津波の第一波が防波堤に当たった瞬間、波しぶきとともにそれを乗り越えてしまった。しかし防波堤で弱められた波は海岸の堤防を乗り越えるまでには至らず、逃げるほどでもなかったかと思った次の瞬間、第二波が到達。その瞬間、波は一つになりあっさり堤防を乗り越え、住宅街へと流れ込んでいった。その海水は住宅街をゆっくり流れて少し高台にある国道の手前で止まった。領事がいた国道にはいつの間にか住宅街の住人であろう人々が、ある人は立ちすくみ、ある人はさらなる高台へと走っていた。その横を津波の情報を知らないのであろうか数台の車が通り過ぎていった。領事はしばらくその場で呆然としていたが、ふと我に返ると地元のことが心配になった。津波はまだまだ収まる気配はなかったが、国道に津波が達していないことを確認すると、きびすを返して車に飛び乗り、来た道を引き返した。車を走らせている最中、海側を注意しつつ周囲を見回したが、これといった被害は見受けられず、さすが雪国の家は丈夫だと感心した。これならば地元の被害も最小限で済んだかもしれない。そう自分に言い聞かせて帰り道を急いだ。東華は揺れが収まると古本屋の外に出て、その場で呆然と立ちすくんだ。少し前に見たきれいに整地されたアスファルトの道路がぐにゃぐにゃになり、あちこちでマンホールが飛び出し、東華と同様にその光景を呆然と見つめる人たちが周囲に立ち尽くしていた。東華は呆然としながら無意識に歩き始め、空っぽの頭のまま周囲の建物を見渡した。その壁にはひびが入り、中には傾いた家もあり、揺れの大きさをまざまざと感じさせられた。混乱したままゆっくりとした歩みで前へ進みながらも、本能的に自宅を目指していたようで、最寄りの駅へ足が向かっていた。
道路は液状化の影響でそこら中がひび割れ水や砂が噴き出していて駅までの道のりは容易なものではなかった。やっとの思いで目指した目的地が見えたとき、そこには多くの人が駅の入り口を取り囲んでいた。少し離れたところからその様子を伺っていると、駅員が周囲の人たちに何かを説明していて、電車が止まっていると聞こえてきた。そして大勢の人が移動手段を模索している様子がまざまざと感じられた。それもそうか。そうつぶやくと東川はうつむいた。しかしその次の瞬間、はっと何かを思い出し、ポケットの中から携帯電話を取り出すとすぐさま自宅へと発信した。しかし何度発信しても、おかけになった番号は、この音声の連続で全くつながる気配がなく、周囲を見渡しても同様の様子だった。本日のストーリーはここまで。次回は明日更新します。お楽しみに。よかったらぜひチャンネル登録お願いします。それではごきげんよう。